キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、未来の育成選手からのスターを探せ、佐々木チャンネル。今日はパーリーグ編です。はい。ね。いいですか。これ戦略大事だからね。はい。ルールは昨日か一昨日出したセリーグ編を見てない方は見てください。はい、続けてね。うん、これ長くなっちゃうんでね。そうですね。うん。さあ。パーリーグ編ですか。パーリーグ編。はい、いや、パリーグは多いんだよ、なんか上位以上、上位以上多いんだけど、それはだってソフトバンクがね、まず数いっぱいいるからね、数いっぱいいるし、うん、だから、もういいでしょ。どっから行くかすごいなってんですよ。さあ、行きますよ、ドラフト1、いいですか、はい、せーの、サマセ。あ、全員かぶってない。わざと外しといたわ。お、俺は佐伯行って先生を潰すのはいいけど、はい、川瀬でもう一回潰されるのが嫌やなと思って。あ、僕全く逆ですね。あ、2位が絶対、僕がこんだけ佐伯って言ってるから、うん、さっき川瀬取りに行こうと思ったんですよ。あー、なるほど。ここには川瀬入ってますよ、うんうん、取られましたね。川瀬いいっすよ、ね、俺は川瀬、川瀬いいのよ、はい、いい。ほんとにもう山本由伸とか山崎幸也の、はい、穴を埋めるもう最先鋒、うん、今もういい、ね、ウィンターリーグ行ってんだけど、はい、めっちゃいいのよ、ここでも。まあそのね、川瀬で、佐伯、はい、日高ね、うん、この3人がめちゃくちゃいいの、ね、そうなんですか。そうだよ。でも日高は試合下だからね、はい、で川瀬と佐伯は試合下じゃないけど、うん、でしかも上がね2人空きますよと、はい、って言ったところで一気に入っていく可能性もあるから。入山くんどうですか。ん、入山くん、え、どうですかって言われても、入山君も、うん、まあ、支配下に近いということは、うんうん、契約更改本人言ってましたからね。そう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 、可能性は十分あるから。入山海斗君オリックスの育成は豊富なので、確かあれですよね、フェニ、2軍 の、 オールスター、うん、フレッシュ、フレッシュ、フレッシュで育成3位福祉大か、東北福祉大から入りまして、うん、2軍成績も防御率2点台というね、うん、頑張ってます、入山くん。私は結構オリックス、オリックス、うん、オリックス。これじゃあ誰かが落ちるね。あ、まあそうですね、全員試合下になることはないですね。人数確認しなきゃあれだけど、うん、そんななかなかないからね、うん、正直ね。ちなみに言ったんですけど、川瀬くんは、うん、ソフトバンクの川瀬くんの弟です。そうそうそう。あ、そうなんですか、はい、そうそうそう、へ、えー、じゃあこれ勝負やな。はい、次行きます。僕はもう愛するか、それで佐伯くんですから。佐伯くんね、うん、もう何度も聞いてる、何度も聞いたでしょ。危なかったな、もし俺が最近行ってたら、カーセも被ってたから、誰もいなくなってたら。これはまあもうね、避けといた、俺はもう戦略上、はい、カーセ、最近被ったら2人絶対取れなくなると思って、はい、さあ、続いていいですか、はい、私はもう決まってます。いいですか、はい、いきますよ、はい、せーの、シンプレアジェセフ小之助。長いから、長いから、シンクレア・ジョセフ・コウノスケ。あ、はいはいはい、シンクレア、え、楽天の、うん、西武、あ、西武のね、うん、ドラフト1位、インディゴ、インディゴから育成ドラフト1位、うん、これも球力あるから、はい、後半じゃパッと入ってくる可能性10番で、リリーフはね、はい、ちょっと薄いからね、うん、西武はね、まあ、あと怪我にも出てるっていうところではね、うん、まあ、ここをマメタと同じようにね、うん、育成からの水上とかと同じようにジョセフが、登録名何になるんでしょうね。うん、それはコノスケちゃん。コノスケかな。分からん。シンクレアジョセフか。ジョセフ。ピッチャー誰それに代わりまして、シンクレアジョセフコノスケ。かっこいい。投げ。かっこいい。投げ。みたいなね。かっこいい。みたいなね。登場シーンだね。なんで時代劇や。かっこいいじゃないですか。渋い感じ。そうです。え、先生誰。佐藤ですね、うん、これも、うん、これまたオリックスで行くんですよ、はい、お前そんな試合感なれへんぞ。お前勝負捨ててんな。いやだから僕は川瀬君を取りたかったんですけど、それを取られたんで、うん、左というところで、うん、高身長、うん、左、うん、支配下、うん、で山崎幸也ですね、投手抜けるっていうことで左の先発と考えたら、うん、僕はこの佐藤君をピックアップしてます、うん、はい、2軍でもね、今年ねローテ回って8勝3敗、うん、でもうそろそろ支配下じゃないかなと言われてるんですよ、うんうん、でやっぱり高さがある、身長もありますし、たまに1球ありますから、うん、先発っていうところで、うん、佐伯君、うん、佐藤君、SS コンビ、ちょっとそんな何人も支配下になれへんで。SSK、うん、それも SSK、 ストライク、ストライク、三振、佐伯、佐藤、川瀬、SSK、 SSK、
高間さんは。私は清宮小太郎くんっていう、いいですね、清宮小太郎みたいにも読めるぐらいの清宮小太郎選手、楽天の2018年育成1位なんですけど、うん、これは私は今年出てくるんじゃないかなと思ってます。どこポジション？ピッチャーリリーフなんですけど、最速159キロって言われて、うんうんうん、でこの間のフェニックスリーグでも155キロは出てるんですよ、うんうんうん、で、背も高くて、うん、球のこう今ストレートはこう球が速くていいと、うんうん、で変化球の質とかもこう、まあ、安楽投手と一緒に自主とやってたんですけど、うんうん、こう磨いてきて、今年はやっぱり、まあ、松井投手抜けて、うんうん、安楽投手も抜けちゃってこうリリーフのここが、ね、薄くなるんで、そこにピュッと入ってきそうだなと。ピッチャー整備はバッター清宮みたいなどっちが正解みたいな、はい、セーブ取ってますか。あ、そう、二軍のセーブを、はい、取ってます。私はここは今年来るんじゃないかなと思っております。二軍のセーブを取ってロッテに来た小野っていうのもね、いるからね。そうですね、なかなか使えへんっていうね、ちょっと楽天は謎があるからね。二軍でめっちゃ結果残してるのに一軍に上がってこないっていう謎があるから、ね、あるんですかね、わかんない。そこは、ね、3割打っててもなかなか上がってこなかったり、防御率めっちゃいいのに、はい、なかなか上がってこなかったり、ちょっと謎があるからね。こ謎を解き明かさなきゃいけないからね。だからね、うん、まあそうですね、まあ、小野投手もね、ロッテで結構活躍しましたからね。そうそうそう、だから、高梨とかね、高梨とか、ちょっと謎が多いんだよ、そこらへんね。さあ、続いて3位、はい、3位、うん、さあ、決まったんすか。ボールは決まってるよ。私も決めました、うん、ちょっと待って、うん、これはね、これスムーズだね。スムーズですね。パリーグの方は、いや、でも2人迷ってんですよ、今どっち行こうかなっていう。じゃあ、かぶしていこうか。え今回かぶしてもらってもまだ余裕がある。1回かぶしたら重いですね、誰が。決まりましたか、はい、じゃあ、いきますよ、はい、第3回センター希望選手、はい、いいですか、はい、せーの、ワンイエチェン。だから言ったじゃん、かぶせるよっちって。いや、それでも、うん、ちょっと外してくるかと思った。いやいや、ここはもう尺の都合上、かぶせないと。すごくね、俺、いい人が言うやつ読めるからね。そうですね。ワンインチェン、ワンインチェンも今年私は来ると思ってるんですよ、うんうん、楽天の育成なんですけど、うんうん、アジちゃんとかにもね、台湾代表で出てるんですけど、日本キラーって言われてるんですよ、結構、うん、アンダー18とかそういうところの台湾代表でも出てるんですけど、日本にこう勝つというか、日本、うん、今年2軍で完投勝利もしたし、うん、日本キラーって言われてるんで、うん、どんどん成長してきて今年上がってくるんじゃないかなって私はね思ってます、うん、で、まあ、リリーフでもいけると思うし、2軍で完投もできてるんで、うん、今先発もちょっと、まあ、こう危ういところがあるんで、うんうん、もしかしたらこう先発足りないってなった時にすって入ってくるんじゃないかなと思っております。まあ、俺はリリーフかなと思ってるんだよね。それは松井裕樹が抜けるっていうところと、うん、まあ、DeNA から桜井も取って、今の現状やっぱ左ピッチャーが足りないっていうところはチーム事情的にもあるから、そういった中でこのワンがリリーフでも左が入ってきてまとめれば数が足りるからね、うん、だから渡辺がねもうちょっと後ろに下がる可能性もあるから、そしたらその前がいなくなるから、まあ、そこにはまってくるんちゃうかっていうところでは試合下のチャンスあるんちゃうかと思ったけども、まあ被ったんでね、仕方ない。あ、これ取れないのか。うん、仕方ない。取れないのか。でももう一人いいんでしょ。もう一人、はい、押してる選手います。うん、せーの、三浦瑞樹。おー、はい、ソフトバンク、はい、はい、まあ、やっぱソフトバンクもやっぱ投手陣の立て直しがいるんで、うんうん、そういったところでは育成から試合か、まあ、育成から試合かになるからね、うん、まあ、数が多いからチャンスは少ないかもわかんないけども、うん、まあ、ドラフト3位としては、うん、これワンチャン面白いんちゃうかっていうところでは、はい、まあ、東北福祉ね、大学の時良かったからね、うん、いや、そうなんですよね、うん、それをまあこのね、来年3年目になるから、うん、そこ一気にね開花して、まあ、チャンスをね、うん、掴んでもらいたいっていうところがあるんでね。ドラフトの時に私も三浦瑞樹君ってすごい名前挙げてみましたからね、うんうん、しかも左だから、はい、ね、左がね、ソフトバンクも少ないっていうところで、はい、ワンチャンあるんちゃうかっていうね、うん、森岡大付属から東北福祉大学ね、うんうん、私は、うん、モンテル、うん、おー、西武、西武、はい、去年か、ん、去年、去年の、ね、2位だったかな、うんうんうん、はい、ヒグマモンテル選手 で、うんうん、で今登録名モンテルにしたんですけど、うんうんうん、茶野選手と徳島インディゴソックスの時に 1,2 番を組んでたっていう選手なんですけど、もう素材が、まあ、素晴らしいと、で将来糸井選手みたいになるって、うんう
言ってて、うん、でまあ、外野手なんですけど、うん、今西武ってまあ外野手はそこまでこう、まあ、カチッと固まってない中で、うん、結構フェニックスとかでもすごいいい活躍してるんですよ、うん、足も速いし、うん、長打力もあるしっていうところで、もしかしたら、うん、グッと出てきて、うん、爆発するんじゃないかという期待があります、うんうん、じゃ先生は、先生誰だっけ。僕ね、もう一本釣りさせていただいたんですけど、うん、佐藤君。そう、強調しなくていいから、はい、そうするかな。かぶったってことはね、選手ってことですかね。ソフトバンク、育成、サワ、この選手はドラフト直前でやっぱ 肘を痛めたところでちょっと支配側になっちゃった選手なんですけど、うん、ちょうどね、今台湾で大活躍してる慶応大出身で、サワ、で、まあ、どう地で使うのかわからないですけど、選抜なのか、あの中なのかわからないですけど、うん、台湾で投げてる映像から見ると、うん、このアウト8つのうち5つが三振と、うん、左の速球でガンガンいけるタイプ、うん、ザーソートバンク、うん、好きだね、好き速球派、スピードを捨てたら先発いけるんかな、うん、ただもう中の1枚いって左って言うと、やっぱり今年もね、あの長谷川君も元気ダウト取ってるぐらい、サバも強化したいところもあると思うんで、うん、他の佐藤君押したいな、うん、はい、パリーグ 3S で、うん、はい、最近佐藤、佐藤です。おお、はい、佐藤2人、はい、を押したいなと思い、この選手選んでます。佐藤何君？佐藤ひろき君、慶応です。佐藤派？佐藤派。俺三浦派だから。三浦勝負やな。そうっす、どっちかが両方試合かは考えづらいからな。全部買う、ね、そっちだから一緒です。待機川瀬、川瀬チームが、うん、私も入山、うん、結構変わってますよ。1位はオリックス、オリックス、オリックス。おお、そうだね、こう勝負だね、うん、で2位がオリックス佐藤、オリックス佐藤を、俺なんとか、ジョセフ、ジョセフ、ジョセフだよな、ね、うん、なんとか、うん、長いんだよ、長い、ジョセフ、コウドウスケ、コウドウスケね、コウちゃんね。で、私はもうセイミアってセイミアね、はい、で、また佐藤、佐藤、はい、ソウトバンク佐藤、で、三浦、で、あ、そっか、ワンが、ワン君取れなかったから三浦、さ、モンテル、楽しみですね、こっち勝負だからね、これ楽しみですね、ワンカブリ、ワンカブリ、あ、一回かぶりのワンじゃなくてワンかぶりね。まあこれね、はい、1年間かけて、うん、応援していくからね、うん、でも育成から登録される方って年に必ず何人もいるじゃないですか。そうそうそう、もちろんもちろんもちろん。だから絶対0ポイントってことはないと思うんですよね、多分。それは分かんない、違う、選んでない育成そう思ったよ、俺らが選んでる育成なんてこんなもんだから、こんないるから育成、ね、何今の発言はちょっとらしいからぬ発言やったぞ。いやいや、やっぱりそれはお前、あのネプリーグでそれはあんなチンカイドばっかりする。いや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 漢字読みでへんかったよ。いや、漢字ちょっと全然読めなかった日本書記のね、うん、木はね、今全然間違いなかったので、いや、書くときにあれこっちだったら、どっちだったかな、はい、そもそも日本書記も間違えてるし漢字も間違えてる、ダブルミスだからね。いや、あの万葉集だから。いや、そうなんです。あれ俺でも分かったで、万葉集ね、私もね、令和になるとき特番やってたんですよ令和になります万葉集からですよって。忘れちゃうんですよね、やっぱ人の脳ってね、やっぱ忘れちゃうんですよでもね、大丈夫、アナウンサーは漢字を読めなくてもできるから、うん、難しい言葉知らなくても分かりやすく噛み砕いて伝えるのがアナウンサーなんで。でも速報で入ってきたら読めへんかったら完全間違うで。いや、速報で入ってきても読めなかったことないんですよ。だあんまり速報って難しい漢字を入れることってなくて、うん、ああいう難読っていうのは。でも今やったら間違うんちゃう、大丈夫、お母さん泣いてなかった、お母さん面白かったよーって今回は今回はあれちゃん実況結構上手だったよってね今回は褒めてくれました実況じゃないですね、いやいや、いいところをいいところはそこしかなかったから、頑張ってお母さんも褒めたんちゃう、褒めてくれたんですかね、ね、はい、だからもうあの佐々木チャンネルでもっと褒めてあげてください、はい、お母さん。だから1年後ね、はい、うん、これを当てたら見る、俺は見る目あるよって言えるからね。そうですね、うん、うん、だからそういったところだよね、本当に、はい、まあ、僕はね、何度も言ってますが、佐伯くんね、必ず上がってくる。いやいや、川瀬くん勝つから、うん、でもちょっと佐伯くんは一昨年ぐらいからずっとくるくる言ってるじゃないですか。逆、もう逆心やから逆にけえへんのんちゃう言えば言うほどけえへんのんちゃう、ね、ちょっとそっとしとこうかな1年間は。まあ今年こそね、来てほしいですね、来てほしいですね、俺はもう川瀬、ジョセフ、コウノスケ、はい、で、三浦くんでね、うん、頑張ってほしい。一番怖いのは、なんか僕はもう一つだけ聞きをしてるのは、佐伯くん活躍した時に、なんか知らんけどいろんな解説者の方が佐伯いいねいいねって言い出すじゃないですか、うん、それ防ぎたいですね里崎チャンネルを見てから言ってほしいですね。そうだね、だから、まあ、あの俺らが一番、うん、今熱く推してる若手は、はい、まあ、佐伯くんでしょ、うん、だから佐伯、川瀬、入山ね、はい、これはもう俺らが
そうなの、ね、うん、オリックスの関係者は知らないよ、うん、関東だと、はい、もう完全オリラやな。そうですね、間違いなくね、間違いないですね。あとは、まあ、伊勢のラオウで、伊勢のラオウ活躍したのは完全オリラだけな、はい、あ、そんなもう伊勢のラオウ連発してんのオリラだけやからね。村田レオン君ね、うん、俺どこに行っても伊勢のラオウをね、うん、高知館大学初のね、はい、プロ野球選手ね、はい、押していってるから、はい、これもうね、あの伊勢の名を著作権俺ら発生するから、そうですね、勝手になんか見つけてきましたとかやめてほしいよね、はい、それやめてほしいです、あれいいよとかね、で知ってますって言ってもいいんですよ、大きな顔してもみんなね。あとあれね、あのクルメのギータね、クルメのギータ ね、 クルメのギータね、はい、うん、DNA あるから、はい、うん、そこら辺ね、ちょ静岡のゴジラも、あ、静岡のゴジラね、はい、うん、あ、広島だったっけ、広島の佐藤君狙ったって、オッケーオッケー、許可欲しいですよね。まあ、ということでね、はい、皆さんも一緒に予想していきましょう。はい。